私はいつまでもおこれにいたしましょう。ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。皆の物語でございます。日陰参るで。行ってらっしゃい。ホムラさん、どないしたんや。半蔵に櫓を壊されて落ち込んでいるんでしょ。ホムラちゃん、元気出してください。ほら、いかがですか。砂浜で拾ってきたものです。きっと美味しいですよ。大丈夫です。ちゃんと火を通してありますから。いや、そういう問題じゃ。食べてるし。ミオミ、いい肉だったぞ。うまかった。おさまつ様でした。一度負ければ二度勝てばいい。いつまでも落ち込んでいられるか。腹いっぱいになったところで一勝負だ。じゃあ半蔵のみんなにリベンジする。いや、負けてすぐにリベンジというのも芸がない。まずは蛇状の櫓を攻めてみるとしよう。了解。ほな蛇状のとこに行こうか。いや、イムさん、戦いに来たで。お前は日陰。それに他の連中も。こんな時に攻められるとは。なんや、今都合が悪いんか。いや、そんなことはない。僕たち誇りある蛇女はいつだって気力も体力も充実している。ここは引きこもり天国。私、動きたくない。見るからにやる気ないやん。うるさい。僕はやる気満々だ。なるほどな。今はイムさん一人だけがやる気なんよね。なんやかわいそうな気がしてきた。日陰、お前には前々から言いたかったことがある。なんや、何でも聞いてくれてええの。お前、感情あるだろ。ないで。いや、絶対にある。今だって僕のことをかわいそうだって言ったじゃないか。わしに感情はない。あんまりしつこいと怒るで。やっぱりあるじゃないか。今怒るって言ったぞ。はは、確かにそう言うたわ。そやけど感情はない。いやいやいや、今はぁって笑ったぞ。そうやったか。日陰、わしには感情がないってただの口癖になってるだろ。そんなことないで。イムさんはほんまに失礼な人やな。わし悲しいわ。お前僕をからかってるな。クソ、お前はいつもそうだ。ほら、アホなことばっかり言うてんと戦うで。すまんが、戦うときは本気やからな。準備。任務開始。
もやしたちはどんな味なのでしょうか。めんどくさ。やった！
まあ、よく破れてもうた。どないしよう。行くで、忍び転身。やってかぶないやんけ。わしらの価値やね。矢倉も壊させてもらったで。みんなの気持ちがバラバラじゃダメか。どんな問題が蛇女で起こってるんかは分からへんけど、イムさんならきっと解決できるで。頑張りや。ヒカゲ、なんで僕にそんなに優しい言葉を。さあ、なんでやろな。もしかしたらわし、イムさんのこと好きなんかな。なんだって僕のことが好き。そんなこと急に言われても困る。僕にはもうミヤビって人がいるんだ。そう言われてもな、この気持ち抑えられそうにない感じやが。抑えきれないのか。ああ、抑えきれんわ。そうか、わかった。少し時間をくれないか。日陰のこと僕も真剣に考えてみる。あ、なんだよ。よう考えてみたらわし感情ないし、この気持ちやっぱり好きとは違うわ。どっちかというとちょっかい出したいって気持ちやな。つまんな、イムさん。まあ、これからもよろしくな。日陰、殺す。ま、なんでそうなるんや。黙れ、殺す。殺す殺す殺す。純情な僕の心を傷つけやがって。ビジョの櫓も壊したし、この調子でどんどん
張り切ってますわね。妖魔を倒さなくちゃいけないってのはもちろんだけど、忍びの盆踊りで一番になれば神楽への道も開けるんでしょ。神楽って言えば忍びの最高称号だし、そんなものになれたらアルバイトとかしないで忍びとしての仕事だけで生きていけるって思うんだよね。でもそう思っていたのでしたら、最初からもっとやる気を出せればよかったですね。それはそうなんだけど、ずっとアルバイトばっかりだったからビーチに来たら舞い上がっちゃって。ちょっといいかしら。はい、3名様ご来店。いらっしゃっせ。いらっしゃっせ。ありがとうございます。何よこの掛け声。急にあんたたちが来たからついいつもの癖で。すみません、最近未来さんと一緒に居酒屋風喫茶店に勤めているもので。居酒屋風喫茶店。へえ、そんなのあるんすか。行ってみたいっす。ベラメ、何がアルバイトだってのは。忍びのくせに情けないやつらだぜ。そんな挑発はもう慣れっこよ。こっちは生きていくために必死なんだから、笑いたければ笑えばいいし。で、お前たちは何の用だ。そんなの決まってるだろ。あんたたちの櫓をぶっ壊しに来たんだよ。私たちからも動かないと、あんたたちその気にならないみたいだし、だからちょっと遊んであげようと思って。うわ、あんた小さいくせに生意気ね。小さいのはあんたの方でしょ。は？あんた身長は150センチだけど。あ、私はもっと大きいから。ロンパってあんた自分の身長言ってないじゃない。はいはい、悔しいの悔しいの。それで私を挑発したつもり。ダッサ、痩せ我慢はおっぱいに毒だよ。そのちっちゃなおっぱいにね。聖火の宴に舞い散る。
聖火の宴に舞い散る。行くぜ。カフン、聖火の宴に舞い散る。いざ触れるのごとく舞い散る。
私たちに勝てると思ったの？バーカブワーカ。別にこっちだって本気じゃなかったから。カフルちゃん本当っすか？すごいっす。うちは猛烈に全力だったんすけど。花火、そんなことは話さなくていい。こんな時は全然聞いてねえぜって虚勢を張るんだよ。でもまあ、うちらの目的は果たせたっすよね。だいぶ時間稼ぎできたと思うっす。負けちゃったっすけど、一応作戦は成功ってことで。時間稼ぎ？バカ、余計なことばかり言わないの？せっかく計算通りだったのに。まずいっす。もうしっかりしてよ。これだから超体育会系は。とにかくこれが私たちの実力だとは思うなよってことっす。はあ、結局何だったの？ふん、あの子たちにはさゆり様とは別の思惑があるみたいね。これは現実だ。おじいさま、会いたかったよ。嬉しい、嬉しいじゃん。こんなのマジありえない。ガチでない。えい、面が邪魔だ。おじいさま、おじいさま、おじいさま。またお会いできるなんて夢にも思いませんでした。おじいさま。待て待て、立ち話もなんだ。そこに座ろう。はい。よっこらしょっと。黒影おじいちゃんの隣。ダメですよ。じゃあこっち側。じゃあ私は後ろからしがみ。ユミちゃん、そんなとこ。私としたことが。いいんだ、最高の眺めじゃないか。それはならん。お前たちは元の世界に戻。せっかく会えたのに。こんなところでのんびり過ごすためにお前たちは忍びになったのか？お前たちと暮らせたおかげで俺の人生は最後に救われた。どこまで腕を上げたか俺に見せてくれ。さあ行け、俺の孫たちよ。はい。ただ進みましょう。おじい様の笑顔のために。神楽千年祭執行部の皆さん、お相手をお願いしてもよろしいですか？ユミちゃん、忍びの棒踊りをやる気になってくれたんですね。いいえ、本音を申しますと、櫓など壊したくはありません。私はいつまでも黒影おじい様と一緒にいたい。ですが忍びの棒踊りで勝利してしまえば元の世界に戻ることになります。
同時抜く気でいるんすか。大した自信っすよ、ほんと。ええ、おじい様が望むのなら私はそれを成し遂げるのみ。おじい様、おじい様って、これまた立派なおじいちゃん子ですね。もうおむつは取れたんでちゅか。おしゃべりはもうよろしいですか。よろしければさっさと始めましょう。へえ、なんか雰囲気変わったね。これが月仙リーダーの本気ってわけ。そうじゃ、わしらは黒影様の思いに応えたい。黒影様は私たちが立派な善人であることを望んでるもんね。ああ、この世界で安穏として生きるという選択を許してはくれないのだ。だから辛くても戦うよ。おお、激アツな展開じゃないっすか。うちは花火。お姉ちゃん、敵に感動しないでよ。そんなの無理っすよ、カフルちゃん。人を感動させるのに敵とか味方とか関係ないっす。おお、猛烈。わかったいいから早く涙を拭きな。ついでに鼻水もね。ったく。ほら、拭くものがないなら私の服を使いな。やれやれ、殿下、人前で服を脱ぐのはほどほどにしな。恥じらいあってこその乙女だよ。それにしてもユミ、黒影はお前たちをいい忍びに鍛えたようじゃな。黒影おじい様、よくご存知なのですか。ああ、半蔵ともども腐れんじゃ。そうですか。ならば余計に全力で行かせてもらいます。言うね。決戦のみんな戦う気になったんだね。ちょっと影から見させてもらおう。させません。いてつけ。
そこです。はい、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 はい
頂戴します。その町は正してあげましょう。黒くふっしっかりお別れですね。はっはっはい、シュッ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 はいふっふっはっふっ100レースに突破。くらいなさい。シュッはっ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 お別れですね。シュッシュッはい、お別れですね。ふっふっはいふっはいはっお別れしゅはいお別れですね。はっせんしゅせんはいはいはい邪魔をするなら打ち明かします。に舞い散る。ハマキ、聖火の宴に舞い散るっす。行くぜ。カフリ、聖火の宴に舞い散る。いざ鎮魂の夢に舞い散る。この街が崩壊してあげます。はい、そこで、はい、お別れですね。くらいなさい。ドカーン！忍び転身！
おじい様も喜んでくれるはず。そしてこのまま戦いを続けていけば、忍びの盆踊りは終わり、黒影様とも。わしもっていうか、せっかく会えたのにどうしてまた別れなくちゃいけないのよ。意味不なんだけど、ひどすぎるよ。皆さん、さあ涙を拭いて、おじい様の前で泣き顔は禁物です。笑顔で勝利を報告しましょう。ユミちゃんたち、黒影さんのことを心から大事に思っているんだね。なんだろう、偵察に来たのに涙が出てきちゃうよ。どうした、リョウキ。さゆり様、私は死んじゃった方だから、残された方の気持ちってよく分からなかったんです。でも今のユミちゃんたちを見て、私やっぱり死にたくなかったです。リョウビちゃんとリョウナちゃんをあんな気持ちにさせたくなかった。すまないね、お前みたいな若者を死なせて、こんな年寄りが長生きしちまった。あ、ごめんなさい、変なことを言ってしまいまして。でもその償いはきっちりするつもりじゃよ。はい、私も精一杯お手伝いさせてもらいます。リョウビちゃんとリョウナちゃんだけじゃなく、この世界を救う若い忍びたちのために。この方に顔向けできない。また一つ絶対正義に近づけましたね。